みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと221日となりました。みなみです。マイアミではありません。ちょっとね、目がね、かすむんですよ。目の調子がね、悪い。まあそんなもんさ。今日はこの灰皿に埋もれていたシケモクちゃん、ほら、なんか一昨日ぐらいから狂ったようにエイミー・ワインハウスをずっと聴いてて、すっごい好きな歌いっぱいあるんですけど、リハブも好きだし、リハブ、みんなリハブって言うんだよね。リハブじゃねえの。リハビリテーションってさ、英語で言うとなんだっけ？リハビリテーション。絶対テーションだよね。でもそうするとリハーブか。リハーブじゃないよね。リハーブだよね。リハーブだよね。リハーブじゃなくて。リハーブ。リハーブって言ってるもんな。うん、私がよく聞くのは、You know I'm no good っていう歌があって、すごい歌なんですけど、それ。なんだろうね、なんか私のブームなのか、こう、麺をすすってる強い女について昨日喋ったと思うんですけど、それと、いい匂い。それと同じぐらい、なんかこう、しょぼーんってしてるダメ女みたいなすごい好きで、なんかこう、バビロンのマーゴットロビーじゃないんだけど、別に彼氏でも男友達でもいいんだけどが、なんで君はそんな、ほっとくと、コカイン吸いに行っちゃうんだよみたいなこと言うと、みたいな、だって好きなんだもんみたいな、ああいうすごい内容がひどいですけど、言うて私は薬物には手を出したことありませんので、手に入らないし、まず意外とクラブ行かないのね。ダンスの仕事っていうかではクラブとかよく行きますけど、今でもないから、クラブの仕事ないね、ほとんど。ないけど、昔ね、20代前後時は、20代前後っていうか20代だね。20の中間、初めから中間ぐらいの時はよく行ってて。でもやっぱりなんかその、私なんていうのかな、酔っ払うんだけど、酒好きだし酔っ払うけど、なんかその薬飲まされたらやばいなみたいな脳みそ持ってて、信用してないんだろうね多分。なんかそのなんかね、こう信用してない自分がいるのね、自分のこと。だから危ねえなと思って、こう自ら踊りには行かなかったんですよね。行ったことあるけど違うんだ、なんか行ったらやっぱなんか絡まれてめんどくさかったんだよ。それで行くのやめたんだよね、確か。誰かと行けばいいんだけどね。誰かだって、誰かと行けばよかったんだけど、なんかその純粋に私は踊りたいのに、うるさいみたいなことを、そういえば思った記憶があるわ、一回行って。
で、嫌になっちゃったんだよな、確か。そうそう。まあ、そうしたもんですよ、クラブなんて。うん。ああ、ずっとでも、ずっとエミーが流れてんだよね。その You know I know good のあの PV みたいなのがあるんですけど、それもなんかその多分旦那か誰かに浮気がバレて、こうなんかエイミーがずっとこう写真を突きつけられてみたいな、台所でずっとなんかこうウイスキーみたいな飲んでるほらなってるんですけど、なんかあれがすごい可愛いなって思いました。可愛いエイミーっていうね。でもなんかあの描写の仕方はなんか浮気がバレたっていうか、旦那がいるの黙ってました系なイメージなんだよな、私の中で。なんか実は一緒に暮らしてる人がいて、なんでそれ言わなかったんだよみたいな、ちょっと真面目風チンピラみたいなのが出てきて、こうなんか写真出してきてバーって切れるみたいな、そういう内容で、なんかやっぱ眠いね。今日はなんか眠いっす、すごい。眠いっていうか、そのなんかね、右目がね、あんまよく見えなくて今。で、ちょっと、かすむんですよ。で、だいぶ良くなったんだけど、そうするとなんかね、やっぱね、眠くなってくんだよね。片目を閉じてるから。皆さん、結婚にはお気をつけ遊ばせ。私が言うことじゃないけど。ね、いやなんか、でもさすがにやっぱそろそろ本当に脚本のことを考えないとまずいぴょんって思ってるんで、今回はね、なんかね、タイトルが先に来ちゃったんだよね。だからそのタイトルに合わせようと思ってすり寄せすぎると、なんかしくじる気がってなんかうまくいかない気がして、難しい。まあそんな感じなので、皆さん今日も良い一日をお過ごしくださいませ。眠い、あいあいあさまで、うん、あんなに寝たのにね、そんな寝てないか、寝てないかも、そんなに。なんかこうとんがりみたいに寝てる、何なんだこれ。あ、いいや。というわけで皆さん、良い一日をお過ごしください。